こんにちは、アツです。今回ですね、ワールドカップやってるということで、ワールドカップの実況を解説していこうと思います。で、FIFA から出ているハイライト映像で使われている実況等をですね、ちょっと深掘りしたら面白いんじゃないかなというふうに思います。で、この動画撮っているのはスペイン戦の後なので、すごい日本の快進撃に私も勇気をもらいまして、何かワールドカップに関連付けてやりたいなと思ったところで、今回はこの実況についてですね、ちょっと深掘りするという動画を作ることにしました。はい。で、今回は日本とドイツ初戦ですよね、のハイライトを使ってちょっと解説していこうと思います。で、YouTube でこういう英語のワールドカップの試合のハイライト映像とか見たりする方結構いると思うんですけど、まあまあ難しいですよね。実際めちゃくちゃ難しいです。なので、まあ、聞き取りも難しいし、表現とかも結構独特なんで、なので、こういった動画を通じてですね、よく使われる表現とか、面白い表現とか、どん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 盗んでいって、今後の理解度を高めていければいいんじゃないかなっていうふうに思います。では、早速なんですけれども、一度ちょっと字幕なしで少し見てみようと思いますので、早速見ていきましょう。はい。で、ここなんですけど、まあ、人の名前が使われているので、ちょっとこれが難しいですよね。まあ、キミッヒってこう、カタカナではこの人の名前書くみたいなんですけど、まあ、なんかこの人はキミッチみたいに言ってるような気がしますね。キミッチ's パスって。で、キミッヒのパスっていうことですね。これはそのまんま。で、この彼の本当の発音を結構調べたんですけど、ちょっとドイツ語だったんで、キミッヒ。とかなんか、まあなんかそんな感じだったんですけど、ちょっとこれはね、ドイツ語分かる人教えてください。で、次ちょっと見ていきますね。はい。で、ここなんですけれども、どうですか？結構むずいですよね。The flag staying down for now. The flag staying down for now. The flag staying down for now. っていうふうに言ってます。なので、the flag, フラッグ、旗はまだ staying down. で、staying down ね。そう、下に下がったまま今のところ for now っていうことですね。だからまあこの状況だったら、あ、オフサイドかどうかってことですかね。 The flag staying down for now っていうふうに言ってます。なのでちょっともう一回聞いてみましょう。 She's passed. The flag staying down for now. はい。で、今回ちょっとね、聞き取りやすくなったんじゃないかなと思います。で、次見ていきます。 The goalkeeper has conceded the penalty. The goalkeeper has conceded the penalty.はい。で、次、and the goalkeeper has conceded a penalty っていうふうに言っています。で、この concede っていう単語は、何々を許すっていう、許してしまうっていう意味の、意味で使われている動詞で、サッカーではめちゃくちゃ出てくる表現なので、覚えておきましょう。例えば、点を許してしまうっていうのは concede a goal っていうふうに言うし、この時はペナルティを許す。だから、conceded a penalty っていうふうになっています。ちょっともう一回聞いてみましょう。The goalkeeper has conceded the penalty. まあそんな感じですね。じゃあ次見ていきましょう。It was clumsy on first viewing from Shuichi Gonda. It was clumsy on first viewing from Shuichi Gonda. はい、ここどうですかね。It was clumsy on first viewing from Shuichi Gonda っていうふうに言ってましたね。It was clumsy. まあ clumsy っていうのは、まあこの時にこう、なんか倒してしまったのがありますよね。まあ、clumsy ってそもそも、まあ、不器用なとか、ぎこちないとか、こう、ハンドリングがうまくないようなことを clumsy っていうふうに言うんですけれども、あそこでうまくハンドリングできなかったっていうことを it was clumsy っていうふうに言っています。で、この it was clumsy の後に、こういうふうに言ってます。on first viewing。で、これ、まあ、聞かないですよね、正直。あんまり、私もあんまり聞いたことないんですけど、まあ、on first viewing っていうのは、まあ、一見したところ it was clumsy。っていうふうに言ってるわけですね。なので、まあ一見これはシューイチゴンダ、いわゆるゴンダ選手がちょっとね、不手際があった、なんかこううまくハンドリングできていないように見えましたが、どうなんでしょうみたいな感じですね。で、この後ペナルティになるので、あ、結局ペナルティでしたねっていう話なんですね。アイスクール、これどうですか？これ聞き取れましたか？ちょっともう一回聞いてみましょう。アイスクール。で、これなんですけれども、アイスクールっていうふうに言ってます。アイスクールです。で、これは、まあ、アイスコールっ
とかは聞いたことある人いると思うんですけれども、Ice Cool っていうのは、まあ、それだけ Cool、ね、Cool っていうのは冷静っていうことですよね。だからものすごい冷たい、だからものすごい冷静で、とても冷静でしたっていうような意味なんですよね。なのでここでもペナルティキックを蹴った時に、この選手は非常に Ice Cool、ね、非常に冷静に決めましたっていう意味の表現なんですね。 Ice Cool、はい、で次見ていきましょう。Hansi Flick's Germany lead. Hansi Flick's Germany lead. はい。で、これちょっと難しいんですけど、なんでかっていうと、人の名前が入ってるからなんですね。で、人の名前が入っててやっぱむずいですよね。で、Hansi Flick っていうのは人の名前。ね、監督の名前なんですよ。日本語だったら、ハンジ・フリックとか言いましたっけ。で、Hansi Flick's Germany lead。で、Germany。ね、ドイツ。だから、Hansi Flick 監督のドイツ。だから、Hansi Flick の率いるドイツが lead。ね、リードしましたっていうことなんですけれども、じゃあなんでここで lead に s がついてないのか、ね、Germany っていうふうに、国っていうふうに聞くと、まあ、Japan is みたいに Germany is なんじゃない、じゃあ lead っていう動詞の時は s つきそうじゃないって思うかもしれないけれども、この時はチームなんで Germany っていうのが複数扱いなんですね。だから Germany っていうのはこの11人の、まあベンチも入れた持っているかもしれないけど、のチーム、複数の人というふうに扱ってるんですね。なので、この時は Germany lead になるし、もし B 動詞を使うんだったら Germany is じゃなくて Germany are になるわけですね。はい。じゃあ次見ていきましょう。When it kisses the post on its way out. When it kisses the post on its way out.はい。これどうですか？おしゃれな表現ですよね。これ結構聞き取れた人多いんじゃないでしょうか。はい。でね、kisses the post。ね、kisses the post。ね、ポストにキスをすると。ね、it っていうのはボールのことですよね。だからボールがポストにキスをした。だから、まあ、ポストに触れたっていうことになるわけですよね。なので、すごいちょっとおしゃれな表現ですよね。で、その後に on its way out。ね、On its way out は、まあ、ディスティンクションに入ってるんですけれども、まあ、ちょっとこの時の意味はもうちょっと文字通りで、まあ、kisses the post on its way out、ね、で外に出る、ね、過程でポストを直撃したという意味になります。で次、最初の部分どうですかね。最初の部分で日本語でヘディングって言うんですけど、実際英語だとヘラっていう風に言うんですよね。ヘッダーね、ヘラね。だからヘディングはヘラーなんで、まあ、ヘディングは多分和製英語なんでヘラーだと思っててください。でここでヘラーがありましたよね。で次に brings a billion save っていうのがね出てくるんですけれども、 from Gonda ですかね。はい。なのでその Gonda 選手から brings a billion brilliant な素晴らしい save を引き出すっていうことですね。だから bring っていうのは引き出したってことですね。だからヘラーがあって、そっからそういったセーブがまた出てきましたっていうことですね。で、まあ誰々によるセーブっていう、まあ誰々によるそうゴールキーパーのセーブするときって、save from 誰々っていうのが結構よく使われるんで、このまま覚えておくといいかもしれません。Great ball and they're wide open, brilliant save from Neuer. Oh, great ball and they're wide open, brilliant save from Neuer. はい。で、ここなんですけれども、まず、oh, great ball、まあ、素晴らしいボールだ。それから、and they are wide open、ね。They are wide open。じゃあ、何が wide open なんでしょう。まあ、wide、外に、こう、wide open。まあ、すごい広がってる、ね。ゴールするためのスペースが広がってるっていうことなんですけど、they を使ってるじゃないですか。で、この時の they っていうのは、いわゆるゴールポストが、とかではなくて、いわゆるゴールが広がってるわけではなくて、選手たちを指してるんですね。なので they are wide open、 だから相手の選手たちがいなくてコースが空いてるっていう意味になってます。なのでこの時の they っていうのは players ね、 German players のことを指しています。で、その後に、また出ましたね、 brilliant save from Neuer。 なので brilliant save、 またまあ brilliant save 好きですね。で from Neuer で from、 また from が出てきてて同じパターンですね。じゃあ次見ていきましょう。 It's a live wire. It's a live wire. いや、これはねもう無理ですよね。この表現は私もちょっと調べたんですけど、 live wire っていう表現があるらしくて、これちょっと知らなかったです。で live wire っていうのはその送電線、その電気が走る線ですよね。
このことを、指してるらしくて、まあ、電気が走ってるから、まあ、エナジーがある。エナジェティックな、ね。エナジェティックパーソンのことを live wire っていうふうに言ってるらしいです。なので、彼、三笘選手は、めちゃくちゃこう、エネルギッシュな選手が、選手です。みたいなね。ってことを言ってるっていうことですね。He's a live wire。はい。Oh! It is an equalizer for Japan! It is an equalizer for Japan! はい。で、これ、It is an equalizer for Japan. ね。Equalizer。ね。Equalizer っていうのは、Equalize。ね。平等にする、まあ、同等にするもの。ね。Equalizer。なので、同点弾っていう意味ですね。It's an equalizer for Japan. ね。Equalizer もめちゃくちゃ効くんで、覚えておきましょう。Finish. Lovely touch there from Asano! Lovely touch there from Asano!で、ここなんですけれども、lovely touch there from Asano ということで、まあ、lovely touch、ね、lovely touch、まあ、素晴らしい、まあ、lovely って言葉がすごいちょっとブリティッシュな感じですけど、lovely touch from Asano、で、Asanoの、まあ、素晴らしい美しいタッチだというふうになりました。で、ちょっと最後のところ見ていきましょう。And the nation from the land of the rising sun! And the nation from the land of the rising sun!で、ここなんですけれども、And the nation from the land of the rising sun. ね、これ面白いですよね。The nation from the land of the rising sun. ね、rising sun. ね、太陽が昇る land. ね、土地から来た国。というふうに言ってますね。いわゆる太陽が昇る土地から来ている国。まあ、日本のことですよね。はい。The sunset will take a long time to come for this party. The sunset will take a long time to come for this party. で、最後なんですけれども、これ面白かったですね。The sunset will take a long time to come for this party. っていうふうに言っています。で、The sunset will take a long time. ね。これはさっきのね、太陽が昇る土地っていうところにかけてるんですけれども、サンセット、ね、日が沈んでしまうっていうところが来る、ね、そういった状況になるには時間かかるでしょう。ね、for this party。で、party っていうのはこの祝福のことを言ってるわけですね。日本勝って日本の人たちが喜んでる。このパーティーが終わるのには時間かかるでしょう。だからそれだけ喜ばしいことだっていう意味になります。They beat Germany 2-1! They beat Germany 2-1! で、最後に They beat Germany 2-1 っていうふうに言ってます。で、beat Germany。まあ、A が B に勝つっていうのは大体この B っていうのを使います。だから A, B, B。ね。ちょっと、A, B, B, B だとちょっとなんかこうリズムがわかりにくいから、A と C だったら、まあ A が C に勝ったら A, B, C になります。はい。なんか A, B, C みたいですね。はい。まあ、beat っていうのは勝ったっていう意味ですね。で、勝つっていう、まあ、任すっていうことですよね。その beat の過去形は、まあ、beat なんで、そのまま b、勝ちましたっていう意味になります。じゃあ、負けただったら、lost to、ね、になります。a lost to b になります。じゃあ、引き分けだったら、drew it ですね。drew it ね。はい、引き分け。誰どこどこと引き分けました。まあ、draw ね。draw の過去形で中になります。はい、ということで今回はワールドカップの、ダイジェストの、ね、解説をいくつか、取り出して解説してみました。どうでしたか、ね、なかなか難しかったんじゃないでしょうか。で、どんどん見ていくと結構慣れると思うんで、いっぱいね、触れて調べて理解できるようになってっていう風にやっていくとパターンもね見えてくると思いますんで、ぜひぜひやってみてくださいということで、ちょっと真面目な動画になりましたが、まあ、ちょっと熱い英語らしい感じの動画になってよかったんじゃないかなという風に思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。